はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、青龍のギミックが解除されてもう結構久しい感じしますけども、マスターディエルさんね、今日はですね、青龍と非常に相性がいい、青龍ローズというデッキを、組んできました。ローズドラゴンのギミックってね、結構強くてモンスター数稼げるんですよ。どういうことか持っていこうっていうと、レッドローズドラゴンがシンクロサインになったら手札デッキからレッドローズドラゴン以外のローズドラゴンモンスターを特殊召喚できますよと。で、この、ロックスローズドラゴンは何するかっていうと、こいつ特殊召喚すると、ブラックローズドラゴンのカード名が記されたカードを手札に加えようということを持ってまして、まあ、これでサーチするのが基本的にはこの、ベーサルローズシュートっていうカードになってるんですけども、これもね、ローズドラゴンのモンスターを守備表示で自分の手札墓地から特殊ができるよっていう効果がありましてですね、要はね、ドラゴン族モンスターの、枚数をめっちゃ増やせるっていうのと、こいつらがレベル3のチューナーなんですよ。レベル3のチューナーってレベル7とめっちゃくっつきがいいんですね。例えばマクシャドラユニコーンであるとか、あとまあ青龍ですね、今回入ってるんですけど、青龍とかで、ちなみにこいつらがそもそもドラゴン族なんで、この古青龍とかとも相性良くて、古青龍って基本的にはその手札からドラゴン族か自分と同じ属性のやつをぶん投げるとデッキから、青龍親青龍を出してくれるっていうギミックになってるんですけど、これ要はね、ドラゴン族であることが重要なんですね、手札で。でこいつらってレベル3でありドラゴン族でもある中南なんですよ。だからめちゃくちゃ相性良くて、今日はこの青龍というギミックにこいつらを、まあ刺した青龍ローズ、これ組んでいきましょう。で、まあ盤面なんですけども、結構重シンクロが割とポンポン並ぶのと、あとランクならもうポンポン並ぶというところで、レベル中のシンクロってやっぱ結構強いんですよね。フルールドバロネスとか、まあ、ショーウェイとか、あとディスパテルみたいな、こういうモンスターがポンポン出るのはドラゴン族なんで、レベル7のなんで、ディスパテルの、まあ、シンクロ召喚条件も満たしやすいというところでこれが出るのと、あとはランク7ですね。ドラゴン族のレベル7モンスターが結構並びやすいんで、ボルニゲシとか、まあ、あとは今回クシャトレユニコーンも出張させてるんで、まあアライズハートとかこの辺のモンスターも結構出しやすいというところですね。で、ドラゴン族が2体並ぶことも結構多いんで、まあ、天気の正刻印で、まあ、相手のカードをバウンスしていきながらっていう動きもできると。で、ちょっとね、コンボパーツがめちゃくちゃやっぱ必要なんですよね。この古青龍って結局手札から捨てるカードがドラゴン族とか同じ属性じゃないといけないんで、やっぱその脳死で手札誘発とかをちょっと積むと逆にそれが自己要因にもなるっていうところもあって、で今回はちょっと誘発をその属性、まあ、増殖ストルジーと春うららに絞ってまして、結局ね、今回古青龍は炎と風と地入ってるんですけど、ここの属性と同じ手札誘発であればギリギリまあ使えるかなっていう感じなんですよね。揃ってれば一応その腐った時も出せるんで、青龍がなんですけど、それ以外の属性だと、例えば水属性、青龍って一応水属性のやつとかもいるんですけど、やっぱり水属性のね、手札誘発とかがあんまり強くないんですね。このタイダルとかっていう、モンスターがいて、タイダルとかこの、ストリームとかっていうモンスターいるんですけど、ここまで入れると枠もねえし、あと水属性の手札誘発弱いしっていうところで、一応もう今回の手札誘発はもう増殖する G と春うらら、それから、ファンタズメイグラにしてます。一応スネークアイ環境なんで、ファンタズメイは結構刺さる場面が結構多いんですよね。まあ、こいつ、まあちょっと楽園とかには何も刺さんなかったりするから、ちょっとそれはそれであれなんだけど、まあ一応、刺さる場面も多いかなというところで、この辺にしてます。はい。まあちょっと先行デッキにはなっちゃったんですけど、まあここも手数で、まあある程度押していける時はあるんで、しかもなんかあんまりその、難しいことせんくても一応バロネスとかは出るからね。はい。というわけで、ちょっと早速ね、動き方ご覧いただければと思いますので、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。あー、なるほど。ちょっとレベル3被ってんの弱えな。レックスのところがなんか、古青龍のやつとかだったら、まあ、結構良さそうな気がするけど、あの炎の。まあ、ユニコーンの方起動したいんですけど、なんかあります？なんもない。オッケー。一応バースだけ発動しておきまして、レッドローズあるときはレッドローズから召喚。召喚権はちなみにレベル3のね、チューナーに割いていくというのが、でこのデッキの基本となっていまして、でフルールドバロネスを着地させる。で、レッドローズドラゴンの効果が起動して、ロクスローズが特殊召喚される。でロクスローズ効果発動、ローズドラゴン系の、モンスターが魔法トラップ持ってこれるんで、これでベーサルローズシュート持ってくる。ほんで、まあ一旦これあれですね、ストライカー出して、で天球出してユニコーン蘇生かな。あのね、
結構上振れるとここにねディスパテルがね添えられることあるんですけど、ちょっと今回は、まあ、ユニコーンショル当たってるのもあって、ちょっと清流がいねえんだけど、まあ、でもユニコーンだけでもまあみたいなとこあるから、ユニコーン、まあ、ユニコーンが禁止になるかもしれないっていうね、あの制限とか規制されるかもしれないっていう話はね、あるんだけどねもうマジでさ、ほんと規制されるかもしれないデッキしか作ってなくてやばいな俺。まあ、一応これで盤面完成か、エンドラー。はい、一応ユニコーンデックスタン抜きますよ。バースで魔法カード発動したら墓地除外しますよ。天球で1枚表バウンスしますよ。バロネスで何でも無効にしますよと。あ、レベリオン、はい、いいでしょう。まあ一応光闇墓地に置いちゃうの微妙だなこれな。あの普通にね、ちなみに清流デッキってね、光闇あんま採用しなくてもいけ、一応いけるんで、あんまユニコーンは使うわ。で相手の敵なんだこれ、楽園かレモンか。あ、楽園か、なるほど。いや、なんでしょうねこれね、これなんか何抜いたらいいか分かんないんだけど、楽園、まあ、一応ミラージュードぶち抜きましたけども、アルビオン、はい、楽園融合は一応うらら打てるけども、はい、楽園の起源、なるほど。魔法カード発動した時俺めっちゃ墓地除外できるけど大丈夫？バース結構強い説あるよねこれね。サロニール、はい、なんか断罪とルベリオンとなんかそのまあステルカとか知らんけど、あ、アルビオンね、それもろともゲームから除外しとけていいかバース結構強いんだよね。まあ禁止されるかもしれないんだけどバース禁止ありえるかな。ユニコーンだと思うけど、先にじゃあバースは1位にもうなってるからすでにね、多分なんかやられるんならユニコーン制限とかなんじゃないかなって思ってんだけど、ユニコーン制限になったらさすがにさ、出張パーツとしての機能は停止するんだよ。まあクシャトリアデッキとしての機能も停止するって話なんだけど、うん、さあバース、はい、で効果使ってまあ、全ての墓地リソースをゲームから除外していく。さあだいぶきつい相手、開幕ね、はい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 、開幕墓地送り、ね、開幕墓地送りはね、多分ね回収できるカードがあんまないから、アルベルね、あ、オッケー、いいよ、アルベルオッケーです、アルベルオッケー。まあ失楽以外の楽園融合って言われてもね、一応うららがあるし、まあね、あのバロネスでは楽園融合は無効にできないんだけど、うららは効果を無効にするって効果なんで、はい、でこれうららって言うでしょ。でも、まあ、穴抹殺あったら打ってくるね相手、ある、まあこれは無効にした方がいいんじゃない、さすがに。まあその無効にする効果を無効にしていくスタイルね。うん、 OK。 さあこれだいぶきついんじゃねえか。さあ融合ができるか、あと他の手段で言うて、ハンドツエイト、こっからもう一回融合を普通にその白の楽園とかでしてきたりとかはあるけど、バトルフェーズ OK、 なるほど。まあ、天気の成功ですか、天気の成功に打つ、自分リリース、アレベル戻していいのかなこれ。アレベル、まあまだ戻すカードをバースとかくらいしかねえんだよな。まあ言うて、まあそんなにやばいことは起きないでしょ。でまあマグナムート特殊化しておきまして、でマグナムートの効果を起動。さあエンドフェイズサーチが入るぞ、メインズエンド。これ相手マジでバースの効果忘れてたんじゃねえなんかバースめっちゃ刺さったけど、バーナー持ってくるか。清流にアクセスできないってやっぱちょそんなに先行の盤面は強くはならないんだよね。ああなるほど。バロネスの効果を一応起動させましょう。もう無効効果使ってるんで、はいして、3蘇生して、レッドローズを蘇生します。 IT 何もなそうだな。うらら打ってもらうか、うらら打って、もう君うらら打ってください、はい、うらら打ってください。あ、ないの、うららもねえんかい、なんだあいつ、まあ、バロネスするか。ちょっとうららもないらしいですわ、甘いですね。まだゲームを続けてくれていることに僕は感謝します。じゃあフルルートバロネス、もう一度爆弾、そしてレッドローズドラゴンの効果を起動。ロックスローズドラゴンを特殊召喚、効果起動。
でもね、まあ、理想ムーブこれで見せれるかな一応、まあ、相手がサレンダーしなければ。そしたらあとはですね、打点を作りに行くだけなんですけども、あ、ちなみにレベル7のねモンスター、レベル6以上か、レベル7以上か、レベル70のモンスターがいるので、まあ、カオストルジャーとかを普通に出してぶん殴りに行くみたいな動きは結構できます。はい。でまあドラゴン族のモンスターを墓地から除外すると聖竜ってのは帰ってこれるんで、ここで特殊召喚しまして、ほんで、それを使いましてディスパテルちゃんを出していく。まあ、ドラゴン族プラス、まあ、チューナーだったら一応出せるんで、聖竜はドラゴン族ですからね。まあ、7と3でディスパテルを爆発させていく。 OK で、ディスパテルで除外しておいた、レベル3のチューナーを蘇らせまして、はい、よいしょ。で、ショーへ出しまして、こうですね。はい。ちなみにさ、なんかさ、たまにさ対戦途中でさ、もう打点足りてるんだから殴ればいいじゃないですかっていうコメント結構来るんだけどさ、これ相手が手札4枚ある時点で展開する方がいい。まあ、ニビルケアとかはまあ別だけどね。いろいろあるんだけど、なんか相手がもしかしたら防御だ持ってるかもしれないから、なんか盤面作るのは当然なんじゃないかなって俺は思ってるんだけど、これ皆さんどう思います？これ諸説ありますけどね。ええ、あー、高校ゲーム参加権は一応あるが、ちょっとハンドはあんまり強いとはお世辞にも言えないハンドではあるな。スネークアイエクセル効果了承、ポップルス効果頼む、取ってくれ頼む高校ゲーム参加権発動。はあ、通った、でけえ、通った、いや反応弱い、ちょ、通ったのでかい、さすがにそれが通るのはでかい。なるほど。図現在法ですね。あー、神殿ですね。はい。いや、これ G 通ったら盤面弱くなりがちでしょ、さすがにね。ええ、あれだ、睨み滑るスネークアイズ入れてないの？なに、いや、なんか睨み滑る、トラップカード入ってると一応あれだよね、ポプルスのサーチで止まれるみたいな話あるじゃん。あー、アナコンダ、なるほど、楽園融合か。いや、それはそれでめんどいな、ちょっとミラジードはミラジードでめんどいぞ、ちょっと待ってくれポプルス、はい、それはそれでめんどい問題発生。2000ライフ支払ってフュージョンデスティリーなんだ。へえ、なるほど。楽融合の方が一応メインデッキは圧迫しない代わりに素引きしたら微妙っていう話があるんですけど、フュージョンデスティリーはね、素引きしても打てるからね一応。まあ、ただちょっとドローさせすぎな気がするけどな、どうでしょうかね。まあ、デスフェニの一妨害をこんだけドローさせて構えられる、構えられるっていうの、いいのかな、なんか頑張って構えるよりかはそれ普通にストップした方がまだいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ一応私は墓穴あるんで相手の G は弾けますよといったところ、とりあえずユニコーンにデスフェニ打ってもらって、でユニコーン破壊されてパレードとなりますが言えるようにしたいなどう打つ、打たない打つ、打たない、どっち難しいよねこれこんだけあると2枚持ちとかもあるからな全然。まあ、ユニコーンがまだ何も規制かかってない状態ではありますので、まあ、マジで本当いつ禁止になるかいつ規制されるかビクビクしながら使ってんだけどね。ちなみにこれはまあロックスローズ召喚か、ロックスローズ召喚って言ったら多分絶対相手打たないといけないでしょ。これレベル10シンクロ出てきちゃったら多分相手マジで終わるから、マジこっちだか、こうしてパライゾス打ちます、でパライゾスの効果起動します、フェンレレ持ってきます、はい、さあフェンレレも見えてしまいました。でロックスローズドラゴンの効果を起動します、さあレベル10のシンクロ召喚をする構えが整ってしまいました。え、お相手しどうしますか、これ結構きついんじゃないですかという話。ベーサルローズシュート持ってきます、さあバロネス行きますよの構え、どうする、
これどっちのどっちも帰ってくるの強すぎだろ。これデスにどっち割られても別にいいやってなるからこれ。はい、はい、どうぞ。はい、 OK です。全然問題ないです。はい、多分ワンキルできると思うんでここスルーしましょう。で、相手 G 持ってるかもしれないんで、あーですよね。はい、了解しました。でこれをこれを墓穴すると。墓穴持ってないと思ったの。一回デスペニを華麗にスルーして増殖する G に墓穴を当てるスタイル。まあ手札こんだけあったらな、いろいろ選択できるからな。はい、さあこれで相手の、まあ、見えてる妨害はあと伏せカード1枚なんですけども、まあ、伏せカード1枚が何なるか問題あるんだよな。なんだろうねあれ、無限雇用とかですかね。墓穴とかだったら打ってると思うんですよね、さっきの G になんで、まあ無限雇用読みですね一応。まあ邪眼神殿発動するかこれ。あー OKOK、 邪眼神殿発動して G は無効になってるんで意味なくて、でこれフランベルジュが出てきます。はい、でバースの効果が起動されます。え、これ強くない？あ、これあれか、これフランベルジュ破壊して出てくるモンスターを消せばいいのか、これもしかして、もしかするってと。なるほどな、つまりだな、ちょっとこうすればいいんじゃないか、これでアドバンテージもいいんじゃないか相手。はいはい、オッケー。強っ。強で、バロネスして、はい、こんにちは。で、こんにちはしました。バロネス効果、いや、まあこれ前でいいんじゃね、これ多分あれ無限効果だと思うんだよね。前破壊しても何も蘇生されないので。あ、違うんだ、ブラフかな、じゃあわかんない、なんかあれブラフっぽいな。まあ、ベーサルローズシュート打つか、ベーサルローズシューティングを打ちます。墓地から蘇らせます。で、テンペスト効果、墓地からユニコーンと、ロックスローズをゲームから除外しまして特殊召喚します。で、ディスパテル出します。強ない、このデッキ。強ない。まあ手札が多かったわけよこれは。で、マグナムーと相手の、まあどっちかというとディナーレガイか。はいはいはい、さあバトルフェーズ入るか、もう ライフ下げな、ゴー。はいはい、対戦 ありがとうございました。最強、ベイゴマックス、スピードライド、ベイゴマックス、ベイゴマックス、マジであれだね、 OCG では全然制限解除されないね、マスターデュエルだけだね。あのあれだ、あの 12cc の開脚もなんかさ、なんか方向性、なんか規制の方向性が全然なんかいい、あの違くて面白いよね、マスターデュエルと OCG ってね。ああ、なんかキトカロス生きてたりさ、なんか細かいところ結構違うんだよね OCG と。これなんかほぼ同じカード使ってるのにな、なんでなんだろうな。ヒロイックエンボイ、やっぱシングル戦とマッチ戦の違いみたいなのあるのかな。ああ、なんか結構ね、なんか割とアナコンダも生存ルートみたいなこと言われてるしな。まあちょっとわかんない、次の改定ですぐ禁止になる可能性あるけどな。これもうそろそろ3月の月末になってきて、そろそろ来るんだよな、 DC 終わったし。さあ、イゾルディングが出てくる。なるほど、これは割とあのかベイコマックスからのクソムービーがこれ爆発するタイプのデッキやな。すごい展開力だけど、一体全体何がしたのか全く見えてこないよこれ。ものすごい量のソリティアしてることだけわかるわ。デコードトーカー、デコードトーカー、なるほど、スカルデッドの効果。はい、アダスターゴールド、え、何これどういうこと何これ、ダークコーリング、はあ、モンスターめっちゃ並ぶやん。ゴッドフェニックスギアフリードも出てきちゃってるスタイル、これやばくない？なんか盤面そんなに強くなそうだけどね、これ何が起きんのこれ。白雪、はい、白雪の効果で、墓地から出てくるスタイルですね。はい、どうぞ。なんかわかりませんが、何かを狙ってますね。何かを狙ってるけど、何を狙ってるか全くわからん。
あ、ゴッドフェニックスギャフリーも出てくる。装備カードないけどね、それ。モンスター効果、え、